おそらく、このドラマの鍵を握るであろう人物、武蔵健一。昭和44年10月1日生まれ。失踪したのが1994年ということは、当時25歳です。今生きていれば55歳ということになります。この言葉から、龍は武蔵健一の行方不明について何か知っている可能性があると考えられます。気になるのは、龍が武蔵双葉、武蔵三郎とフルネームで呼んでいるところです。青鬼の大和光一は武蔵刑事というふうに呼んでいます。龍も武蔵双葉議員、武蔵三郎刑事というような呼び方をしていればわかりますが、なぜフルネームで武蔵双葉、武蔵三郎と呼んでいるのか、その辺がこの二人と何か関係があるような気がしてなりません。まず気になるのは、武蔵双葉と武蔵健一の住居の住所です。これを見る限り、武蔵双葉と武蔵健一は別のところに住んでいたことがわかります。つまり武蔵健一は一人暮らしか、もしくは誰かと住んでいた可能性もあると考えられます。もし誰かと住んでいたとしたら、そしてその相手との間にすでに子供がいたとしたらどうなるでしょうか。何らかの理由で籍を入れることができなかったという可能性も考えられます。1994年の失踪当時、武蔵健一は25歳です。25歳ということは、子供がいてもおかしくはない年齢です。そこで一つの可能性を考えました。もし龍が武蔵健一の子供だとしたらどうなるでしょうか。高橋メアリー淳さんの実年齢は36歳です。ドラマ内での年齢設定が35歳だとすれば、1989年生まれで、武蔵健一が行方不明になった1994年は5歳ということになります。気になるのは、龍と蛇の駿河崎が同じサクランボのヘアゴムを右手につけていることです。もしこの二人が姉妹であるとすると、こんなことが考えられるのではないでしょうか。ずっと引っかかっているのが駿河崎の年齢問題です。このドラマ内では33歳となっているのに、ホームページでは30歳となっています。そして修正される気配は全くありません。駿河崎の年齢30歳はミスなのではないかと思っていましたが、どうやら見誤っていたようです。ずっと修正されないということは、この30歳は間違いではないということです。そこで考えました。この30歳、何かに関係があるのではないかと。そして見つけました。この駿河崎の年齢30歳と武蔵健一が失踪してから30年、この30という数字がぴったりと合っています。龍と蛇の駿河崎が同じサクランボのヘアゴムを右手につけていることが考えると、この二人が姉妹の可能性は高いと思います。そうなると駿河崎も武蔵健一の子供ではないか。30歳ということは、武蔵健一が失踪した時にお腹の中にいたのではないかと考えています。注目したのは武蔵健一の失踪した日時です。そうなんです、武蔵健一が失踪した日時は12月24日。12月24日といえばクリスマスイブです。クリスマスイブといえばプレゼント。この龍と駿河崎が右手につけているサクランボのヘアゴムは、武蔵健一が龍に送ったクリスマスプレゼントだったのではないかと考えています。龍が武蔵双葉、武蔵三郎と呼ぶのも、自分が長男である武蔵健一の子供だからなのではないかと思います。サクランボのヘアゴムが入っていた箱の中に手紙が入っていて、その手紙に自分が
行方不明になったらというようなことが書かれていた可能性があるのではないかと思います。そしてその手紙を見て武蔵健一が失踪した経緯を調べ本当の真実にたどり着いたという可能性があるのではないかと思います。もう一つ気になるのは神奈川新空港社長天道美香の年齢です。天道美香は55歳です。武蔵健一が生きていれば天道美香と同じ55歳です。つまり天道美香と武蔵健一は知り合いなのではないかということです。天道美香が武蔵健一の失踪に関係しているのではないかと見ています。そうなってくるとこの件にも北見茂が関わっている可能性が出てきます。1994年12月24日朝出勤したのを最後に連絡が取れなくなり家族が行方不明届を青葉中央警察署に提出し行方不明となる。捜査の結果勤務先での事情聴取により仕事に行き詰まっていたという情報があるも未だ本人の発見には至っていない。残念ながら武蔵健一はすでに殺害されていると考えられます。それに天道美香と北見茂が関係している可能性があると思います。龍が駿河崎を警察にまで潜入させてわざわざこのような計画を実行したのは父親武蔵健一の無念を晴らすため、そのためにこのような計画を実行した可能性があると思います。それでは4話のあらすじを見ていきたいと思います。武蔵は1年前の病院占拠事件の首謀者大和と再び対峙する。獣の仲間駿河とつながっていた大和から獣の目的を聞き出そうとする武蔵、一体何をしようとしている。すると大和は不敵な笑みを浮かべあるヒントを口にする。駿河とつながっていた大和からということは確実に駿河と大和はつながっていたということです。そしてあるヒントというのはおそらく十二支に入れなかった動物わかりますかというやつだと思います。つまり言い換えれば獣の十二人に入れなかったやつという意味なのではないでしょうか。それが猫。もしかすると入れなかったのではなく入らなかったのかもしれません。猫はおそらく新見大河のことを指しているのではないかと思います。一方桜たちは元管理官丹波の妻愛の自殺にある人物が関わっていることを突き止め真相を暴こうとする。だが愛が死亡した時の捜査記録はなぜか全て削除されてしまっていた。その頃謎の男によって自宅に監禁されていた優子とエミリは月を見て自宅から脱出しようとするが二人を想定外の事態が待ち受けていた。愛の自殺にある人物が関わっていることを突き止めというところのある人物とはおそらく北見茂だろうと思います。そして愛が死亡した時の捜査記録はなぜか全て削除されてしまっていたと。この削除した人物が誰かということですがおそらくは所長の川越だと思います。所長の川越は北見議員をはじめ白川会長そして米沢弁護士とこのあたりとつながっていると思います。美容外科 AR クリニック院長に県警が向かっている証拠を処分しろというメールを送ったのはおそらく川越所長だと考えています。そしてこのメールのアドレスはイスカリオテのユダという意味になっています。ユダは12番目の使徒です。ここでも12という数字が出てきました。12使徒と何か関係があるのでしょうか。そしてユダということはすなわち裏切り者という意味を含んでいるんだと思います。優子を待ち受ける想定外の事態、北見が犯した罪とは、大和が告げたヒントとは、K
獣たちが次々と素顔をあらわにし、事件は衝撃の展開を迎える。獣たちが次々と素顔をあらわにしということは、竜と羊以外の獣たちが素顔をあらわにするのではないかと予想しておきます。そして新しく出てきた警察官の綾部作、偽警官かと思いましたが、新見大河の体内から出てきた拳銃の弾はどうやら警察官が使う拳銃の弾で間違いなさそうです。ということは、綾部作は偽警官ではなく本物の警察官であるということになります。新見大河が撃ったのは綾部で間違いないでしょう。綾部がネズミ、そして十二支に入れなかったのか、入らなかった猫が新見大河だと思います。新空港選挙第4話新対決は2月3日土曜日夜10時から放送です。放送までいろいろ考えて楽しみながら待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。